今回は新人の吻合を見ながら悪い箇所を指摘していきたいと思います。普段練習に使用している人工血管を使ってもらっています。この先生は臨床経験も少々あるので、全体的には大きな問題ないかなとは思うんですけど、ちょっと道具に慣れていないので、ロックは外していただきたいですね。でこの刺入角度が浅いですね。常に壁に垂直に針を当てるようにしないといけないです。私がやっているのと比べるとやはり角度が浅いのが分かるかと思います。ちょっとやり方が違うので道具に慣れてないところがあると思いますけど、血圧の動き自体は特に問題ないと思います。2針目、これもちょっと角度が浅いかなと思いますが、ここで左手が全然使えてなくて、人工血管だから外膜がなくて持てないということなんですけど、実際ちょっとやってみるとですね、持てなくはないですね。こうやって展開して刺すことが、人工血管にもできますので、実際と違う動きを練習しても意味がないので、本番と同じような動きをしていただきたいと思います。で前壁の1針目なんですけど、やはりこう展開が悪いので逃げるように浅い角度で刺してしまっています。これは、左手でしっかり展開するのが大事になってくるので、左手で接種で起こして内腔を見せます。すると刺した針先がすぐ出てくるので、針先を実際見ながら何も引っかかってないのを確認しながら、この上のように接種が寝ていると針先が見えないので、下のように接種で起こして針先がすぐ見えるようにするべきだと思います。でこれ後壁の1針目に移りますけど、うまく展開できてないので、無理やり1回で刺してかなり斜めになってしまう。こういう場合だと1回抜いた方がいいと思います。で出来上がり自体は悪くはないんですけども、これで満足してしまったらダメなので、過程を見直すということが大事です。で人工血管であっても実際と同じ動きをするように練習してください。特に針先に注意して安全な吻合を相手にも見せるという意識を持つと改善するかと思います。今回初心者の吻合を見ていきました。人工血管でも本番と同じ動きをして練習してください。特に針先に注意して安全な吻合を見せる意識を持つと良いと思います。ご視聴ありがとうございました。